清水屋とは愛知県、岐阜県にて総合スーパーを展開する企業。1938年9月に清水忠志氏がカスガ市ガラス井松町で五福商を創業し、1949年5月2日に法人化した。1956年9月にカスガ本店を開設し、1959年6月に 名古屋市北区東大曽根町に洋装店を開設して名古屋市へ進出した。その後、1961年5月に名古屋市北区東大曽根町は本通りに大曽根店を開設し、1970年10月に春日井本店を大型店化、1973年7月に犬山市に犬山店を開設するなど大型店の大店化を進めた。 1978年6月には、名古屋市に、藤ヶ丘店を開設して、初の郊外型ショッピングセンターの展開を開始し、1991年3月には、小牧店。1988年7月2日には、岐阜県高山市に、ピュア鉱山店を開設。さらに、2000年11月には、春日井本店を水穂通りに移転し、 鳥居松町の旧店舗の店舗,の店舗面積5721平方メートルから9931平方メートルへ増上した。また、春日市民病院の売店や、春日市観光コンベンション協会の移動スーパーマーケット東風くんなど、本拠地の春日市では、大型店以外の小売事業も手掛けている。春日本店その他、春日市内の店舗その他、 愛知県内の店舗ギャラリーピア鉱山、オーソ店その他の店舗、ありがとうございます。